ーシャルメディアにアップして誰が一番いいねになるか、うん、ねえ、はい、1日え、これ1日後に食べるのこれSNS のいいね対決って言ってもこの勝敗はどうやったらつくの？マスターがどっちの写真と記事が一番気に入ってるかどうか、それを評価してもらいましょう。どうでしょう？素晴らしい。もうチャンスしよう。じゃあ、ちょっとこれはね、言葉を使うね戦いですから負けてらんないですよ、俺も。自撮り、自撮り、うん、お自信満々ですけど OK、 いや、いいんじゃないこれ、ね、おサプライズ。それでは SNS 発表になります。店長さんってこう多分博学的な、うん、すごくこう小説とかはなんか愛するようなね、なんか賢そうな感じを見られたんで、文化深い、そっち方面で攻めました。ちょっと写真もせっかくなんで一緒にっていうことで、はい、このケバブと一緒にまず自撮りした。そしてじゃあ文章、広島で今大人気のこちらのケバブ、僕はまだ君の味を知らない。このツイートでたくさんいいねがついたら食べることができるんよ。早く君のことを知りたい。まさか感想をもらえずに次のターンに。画像がすごい。じゃあそれ iPhone の技術。いいじゃない。ちょっとデビット。ケバブ映ってる。ケバブどこ？ケバブ。ちょっとメスしましたけど。どこ？この写真で。写真したいんちょ。確かにどういうことを書いてるのかまだ分かんないんで、それでじゃあ判断しましょう。はい。Good eats at Kitchen Mino. From Hiroshima to the world. 広島から正解。それさっきディレクターさんが言ってたやつそのまま書いてた。言ってた言葉そのまま書いたんですか？店長さんが気に入った方を選んでいただいて、選ばれた方がこのケバブを食べることができる。わー、喋ってる途中に勝利が決まった。圧勝。ミノさんのケバブ、はい、いただきます。すごい、めちゃくちゃぎっしり詰まってる。お、うまい。うん、もうこのね、お野菜もシャキシャキで新鮮だし、このお肉のうまみがギューって詰まってる。すごい、これ具ぎっちりですね、本当に、はい、食べ応えすごいあります。美味しそう、いいな。結構好きでしょ、絶対ケバブ。ねえ、でもね、こればっかりは勝負の世界ですからね。はい、不得意です。苦手ですか？苦手。ほいじゃ、広島弁講座を始めよう。ジャッシー、標準語ではダッシー、デッシー、英語では used when listing thingsもう一回言いましょう。あ、お部屋はリオワハウスじゃし、ビッグルームじゃし、借りるのは当たり前じゃろう。リオワジャージー、
ビッグジャージー借りたいの？違う、 T シャツだし。は？